はい、4つの異なる数字1、3、四角、9から3つの異なる数字を取り出して並べてできる3桁の整数は24個あり、その平均は555である。こういう時の四角に当てはまる数を求めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さて、取り出すのを3桁として、その3桁が1、2、3だとしてください。今は 例としてね。じゃあ1、2、3を並び替えると、1、3、2、2、1、3、2、3、1、3、1、2、3、2、1の6通りでできます。これにちょっと100の位とか10の位と1の位をつけて、これ一旦足すことをちょっと想定してください。足し算もしをする、もし足し算するんであれば、100の位は1、1、2、2、3、3で、まあ各数字2回ずつでできてますよね。これ10の位見ても1、1、2、2、3、3で2回ずつ出てきてるんですよね、平等に。だからちょっとこれとこれを上に持って帰、入れ替えたとしても足し算の合計って変わらないので、式がこのように綺麗に変わります。まあ入れ替えるとですけどね、1と1を上に持っていって、2を真ん中、2の2回を真ん中で3を持っていくと、各位同じ数字が出てきます。平等に出てきます。2回ずつ出てきます。だったらこっちの方が足しやすくないですかっていうこと。じゃあもっと足しやすくしてほしいんですけれども、まあ、各位1と2と3しか出ないので、今度1と2と3だけで平均を取っていきます。1と2の3の平均っていうのは何かというと2なので、ここの合計を全部2にしてから足し算しても全く同じになるということになります。だから次にもっと簡単にすると、222222222222222にしても合計は同じなはずなんですよね。だからまあイコールでもいいですよね。これとこれがイコールですよと。はい。だから簡単になって、これ 222×6 個ありますので、×6 っていう風にすれば合計が簡単に取れると。まあそして合計をまあ6で割るというのも変ですけれども、そもそも論がこれ全ての平均が2になる。222になる。もっと言うと、1と2と3の平均が各位2になるので、222と各位の平均ずつになるっていうことです。はい。なので、これにちょっと応用してほしいんですけれども、じゃあ555っていうのは、各位の平均とも言えますよね。555。はい。各位の数字の平均が555が24個あるっていうのが全ての合計になります。はい、そうすると、はい、今詳しく言うと、この4つの数字が全部で24回出てくるわけですから、各位を見た時に24が現れるわけですから、24÷4 で各6回ずつ出てくるわけですね。並び替えた時に1が6回出てきて、3も6回出てきて、これ平等に出てきてるはずですよね。四角も6回出てきて、9も6回出てくる。並び替えたんですよ。綺麗に並び替えたらね。なので、この1と3と四角と9の平均が5であればいいっていうことになります。ということは、1足す3足す四角足す9を4。4個ありますね。4で割ったのが平均5であればいいので、括弧の中身が 4×5 で20になればいいと。1と9でそもそも10ができているので、あとは3と7を入れればいいと。もっと簡単に言うと、1と9の平均が、これで5ですから、ここでも5を作ればいいので、足したら10になるような数を探せばいいので、まあ、10-3で7っていう風に即答できたら、なかなか素晴らしいかなと思います。はい。というわけで答えは7というのが正解になります。以上です。ありがとうございました。